今日は、YouTube のコメント欄にいただいたコースから遊んでいくね。水中とお城コース。制限時間がたったの80秒しかないの？霊夢、もう諦めようよ。いやいや、いくらなんでも、まだ早すぎでしょ？そうだぞ霊夢、せめてあと3秒くらいは頑張ってから諦めないとな。ちょっとマリサまでどうしちゃったの？いつものマリサじゃないみたいだよ。いつもの私ってなんだ？お前が一体私の何を知ってるって言うんだ？赤の他人のくせに、なれなれ知っちないでよね。え？これ、いつもの私をいじるのとは違うの？なんかマジで傷つくんですけど。お前、前回の動画でちゃんと皆さんにご挨拶しなかっただろ。だから怒ってるんだぜ。そうそう、挨拶のできない子は嫌いだよ。ごめんなさい。言葉だけじゃなくて、お前の誠意を見せてくれ。そうそう、悪いと思ってるなら行動で示してくれないとね。これでよろしいでしょうか？うむ、まあいいだろう。改めまして。ゆっくり霊夢だよ、マリサだぜ。最近週に1回プールに通い始めた霊夢ちゃんだよ。このコースは、水中エリアでも、こっちのお城エリアでも、動ける範囲がかなり限られてるみたいだね。水中ではトゲの隙間を、お城ではめちゃくちゃたくさんの敵の攻撃の隙間を塗って進んでいくんだぜ。スタート地点や、ここのトゲの間は、孔明さんで上には行けないようになってたよ。うぷ主、最初にトゲの上を泳いでいこうとして、見事にはまってたんだぜ。こういうイライラ棒的なステージは、地道に進んでいくのが一番の近道っていうことだね。マリサ、このコースはどうだった？バッサリカットしちゃったけど、実は最後の水中のとこで2回もミスってしまって、思わず叫んでしまったんだぜ。最初のエリアが、一番難しかったかな？では、いいねして次のコースを遊んでいくよ。60秒、スピラン。これは、Twitter の方に送っていただいたコースだね。ああ、確か今までにもこの方のコースいくつか遊ばしていただいてるよな。ちなみに、スタート地点の上にあったハテナブロックの中身は、キノコとファイヤーフラワーでした。フラワーを取ってから、ゴリ押しでもトゲの三段ジャンプは超えられるんだぜ。ただ、制限時間がヤバそうなので、うぷ主はそのまま取らないで攻略する方を選択しています。ここなんだけど、パタパタを踏みつけた後の三段ジャンプが全然できなくて苦労したよ。何回も失敗してしまったので、結局空中でクルリンを入れて飛び越えることにしました。ここのキノコも、何回も飛び越してしまって取り逃してしまってます。この先まで大きいまま行かないといけないので、これはやり直します。今のスタートダッシュのところだけど、スムーズに行きすぎるとパウを手に取ってしまうから、ほんの少しゆっくり行くくらいがちょうどいいと思うよ。はい、こんな感じです。一番最初の連続ジャンプよりも、パウを手に取ってしまってミスすることが多かったんだぜ。ここのパタパタを踏んでいくのも、ギリギリまで見えないから、何回かやって感覚で覚えるしかないね。パウ投げから、一方通行を使った壁キックのところまでは、まあ普通のスピランだと思っていけば OK なんだぜ。土管から出たとこのパタパタは、Y ボタンと左を押しっぱなしで大丈夫です。で、さっきも言ったけどここは大ジャンプの方が簡単だな。このベルトコンベアドッスンのおまけ付きで苦労したんだけど、あえてブレーキをかけるくらいでちょうどいいかもしれません。私は、どうしてもキノコを取るのに止まってしまったので、ギリギリまで下がって、勢いをつけ直しています。ここも三段ジャンプと見せかけて普通にジャンプした方が簡単だったぜ。なんでだかわからないけど、土管から出てきたとこと今のとこの三段ジャンプ、やたら難しかったです。ここは、一マスの隙間を抜けていくんだね。残り時間少ないから焦るけど、落ち着いていけば特に問題はないはずだぜ。ここは、一応爆発に巻き込まれないように注意だね。私はビビリなので、かなり大きく避けちゃいました。霊夢、このコースはどうだった？私は結構戸惑っちゃったんだけど、残り時間は余裕があるから、焦らずに攻略していくことをお勧めします。撮影1時間、編集したらたった4分か。